はい、どうも、監督と申します。本日は朝これ、ワールドサッカーコレクション S やっていきたいと思います。そうですね、本日の開催イベントということで、まあ、本日はね、まあ、イベントはさておき、ガチャね、前回ね、途中でね、全部、メンテがね、メンテが行われまして、途中でブツッとなっちゃったんですけども、で今日はね、その、前回、回せなかったガチャ券、プラス、今日は来ましたよ。30プラスガチャ券ですね。これかな？ドグリさん。はい、ありました。3周年30以上ガチャ券。1枚。こちら。まあ、結構ね、30以上の、ポスト30以上の選手が当たるんで、かなりいいガチャですね、これは。ということで、行きたいと思います。まずは、どうしましょうかね。知らせ？なんかもう一個あるぞ。あ、これ良くないですか？これ多分あれやな。ノーマルガチャ回したのがポイントやったと思う。なんかこんなんも来てるな。サマードリームガチャって。まあ、とりあえず、そういうのはさておき。行きたいと思います。早速も行こうか。TOP ガチャ券。まずね、これ前回回し損ねたやつ。これ行きたいと思います。これを回して、したらね、TOP のガチャ、選手がね、5人になるんで、ミキサーが回せます。ということでね、まあ、コストの低い選手とかやったら、ミキサー回そうと思います。はい、誰や？スタンス。ジェフスタンス。コスト22ってことで、まあまあいいんですけどね。まあ僕のチームのスタメンには食い込めないですね。ということで、あ、選手。とりあえず現在フォーメーションなんですけどね、デッキに、まあこんな感じで言ってます。343か。343の D ですね。これアドバンスフォーメーションです。一応、アドバンスフォーメーションね。こんな感じで。マックスなんですよね。これ何？ E もあるやん。E ってね。あ、間違えた。はい。で、まぁ、理解度みたいなのが全部上がってるんで。そうですね。キーパー手足提言。ここが一応補強ポイントですね。コスト27なんで。あとは、ボアテン34、ブルーノ・アウエス30、ダビド・ルイス28、ここも一応そうかな。ダビド・ルイスのところも、ちょっと怪しいところですね。で、ボランチ、ルイス・グスタボと、シャビ・アロンソ、35と34なんで、ここはもう、盤石と言ってもいいと思います。で、ここはね、左の中盤が、あれ？ん？左の中盤がスナイデルですね。コスト28のスナイデル。これが多分ね、僕は、結構まあコスト高い選手で、1年目に当たった選手ですね。随分重宝してますけども、そろそろ変え時かなという。で、モントリーボ、これがコスト30。まあ、ここもまあいいかな。で、31のミューラーですね。まあ、前線では1番か。イグワインが29。ユベントスに移籍が決まった。ユベントスに移籍が決まった。イグワインが29ですね。コスト29。で、インモービレ、こちらが30。ということで、まあ、フォワード、センターフォワード、できたら、いい選手欲しいのと、まあ、ここかな、スナイデルのとこか、もしくはここ、ダビド・ルイスのとこも。で、キーパーが一番本当は欲しいんですけど、まあ、このメンツでもやってますんで。それではね、まあ、TOP のまずあれいきますか。ミキサーで。ミキサーいっちゃいましょう。はい、ということでいきます。ミキサー。ちょっとね、ガチャ引いてる途中にね、中断します。ミキサーなくなってるやんけ。おい。ミキサーなくなってますね。これミキサー回されへんから、もう TOP のミキサー一生来ることないんちゃうの？それだったら。ね、もうイングランドのなんか、NZG、NDS みたいなのができてるんで。しまったな、回しとくべきやった。そうか、昨日のメンテで多分なったんかもしれないですね。まあ選手カード、とりあえずね、ちょっと選手の枠を増やします。枠を増やすというか。枠を開けないとね、ガチャ引いてる途中で終わっちゃうんで、50、150、160中の158。さっき TOP を引いたんで、コスト22の選手がいたはず、どっかにいるはず。TOP はな、なんかちょっと、パッとせん感じやからね。これか。スタンス。はい。彼に、この TOP のね、なんか能力を上げる、トップコーチ。これを、トップコーチちゃうな。ヘッドコーチちゃうな。ヘッドコーチカード。これをね、とりあえず食わして、はい、よし。まあこれでね、コスト30のいい選手が来た時に一気にレベルを上げるという魂胆です。どうやろう。まあこれでいいか、とりあえずな。もうだいぶ空いたからな。
では行きたいと思います。ガチャ確かねコスト24以上ガチャ券もあったんですよね。あれまあとりあえずエクストラスキル付きコスト15以上ガチャ券、このライジングスターの報酬これ行きたいと思います。 ありますねコスト24以上ガチャ券で、最後にコスト30以上ガチャ券です、ね、行きましょう。まず、コスト15以上ガチャ券、まあまあまあ一筋縄ではいかないとは思ってますけどね。ここ結構ボランチ以外が出てくれたらいいかな。まあ、これはまあしゃあない。はい、C かテクニックダウン弱全フォワード、テクニックダウン弱、テクニックダウンはあったぞ確か。確かねダビド・ルイスがそのスキルやったはずなんです。これでとりあえずスキルちゃうな、エクストラスキルか。はい、まあそれは置いといて、さあ行きましょうか。コスト24以上ガチャ券、こちら回していきたいと思います。これが一応何やったっけな、争奪戦ちゃうな、なんかの報酬やったんですよね。忘れてもた。行きます。コスト24以上ガチャ券、もうこれは結構ねいい選手出るカードではあるんですよ。ガチャ券ではある。さあここは期待しない。ほらなほらなほらな、きた金か。金はあまりよろしくない感じや。カイト、いや懐かしい、カイトってアーフェイノールとか、はいはいはい、フォワードチームハードウォーカーというスペシャルスキル。まあまあ使うこともないような気はすんねんけど、まあなちょっとちゃうな。いやさてちょっともったいぶりたいところですけどね、ないな他に。資産プラスガチャ券、今度回しとる。とりあえずガチャ券を消費しますか。今の一応一つ目のまあ、大型っちゃあれやすけど、まあ、大きなガチャ券でしたね。ここは期待したい。いった。はい、星さん。OK、シェルビーね。次次次。はい、プラス星さんガチャ券、これいきます。なかなかな、なんかもう。さあ、ここは期待したい。出るのか出るのか。はい、ダビド・ロペス。ナス・ピオやって。ちょっとナス・ピオって名前はやめてほしいよな。はい、行きましょうか。最後。最後じゃないな。あ、もう最後です。いよいよ。本日最後のガチャ券、回そうと思います。3周年、コスト30以上ガチャ券。これね、結構求めてね、3周年頑張ったんで。頑張ったことはない。毎日ログインしたんで。まあいろいろな話は聞きます。いい選手が当たったとか、外れたとか、外れっていうかまあ、外れの選手やったとか、いろんな情報、ツイッターとかで聞きました。今日こそね、新しいマスターメンに食い込める選手、獲得していきたいと思います。それでは行きます。3周年コスト30以上ガチャ券を消費してガチャを回します。よろしいよ。行きます。長いな。ちょっとパッと行ってほしかったな、ここは。ちょっと長いって。よし。さあ、ここは期待したい。まあね、金はちょっと外れる感じが、外れないような感じはするよな。できたら NDS。うん、CLS でもよし。行きます。あ、金。まあ、行った。あかん。ディマリア。あ、どうやろう。このディマリアは？あー、ちょうどコスト30や。マジか。やっぱりね、こんな感じになっちゃうね。でも、2015、2016シーズン1か。あー、ディマリアね。新速フットボール。うわー。いや、でも、どうやろう、あそこに使えるよな。スナイデルのとこ。リマリアに変えたいですね、これ。まあ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 。まあ、しゃあないな。なんかエクストラスキルもついてないけどね。まあ、だからちょっとなんか、完全燃焼感は高いな。高い。てか強いな。パリス・エンジェル、解き放たれた天使はピッチ上を自由に回る。なんかかっこいい能力やな。パリス・エンジェル。まあ、どれがいいかな。ケビラ。鋼の心臓。チェイニング封じかな。どれがいいんやろな。でもこれ、
これを餌にするわけにいかんしな。ケディラ31の選手は。どうしようか。僕はドラードとかもおんねんですけどね。これ、このコス、これいいやん。スペシャルドリブル封じ。あ、でも、レフトミッドフィールダーやで。いやまあまあ、その辺のね、スキルの方は、そのうち、まあ、手に入った時でいいと思います。まあね、なんかちょっと、なんでもいいけどな、エストラスキル。リマリアね、まあ、重宝するかって言ったら、ちょっとわからんとこあるからね。まあもう、バシバシ、あれしとこうか。どうしようか、チェンジング封じ。あれ、どこ行った？さっきのね、TOP の、これ、この辺選手を、対してね、餌にしとこう。はい、普通でした。まあ、まあ、勝手にね、あとは、動画外で、選手を育てていきたいと思います。まあ、ここにね、スナイデルを、表示されてるわけですけどね。微妙か。まあ、スナイデルベンチ、妥当かな。ディマリア、ね、まあ、入れていきたいと思います。まあ、ちょっと、グダグダな感じになっちゃいましたけれども、今日はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録のよろしくお願いします。ポッカントクでした。お気に入り。